インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村、1,2,3 よし、はい、ではどうも中村ケンタロウです。岸田六郎です。最後にだってちゃんと挨拶できるようになった。やる気満々。まあ一応ね、土田祭りここでフィニッシュにしようと思うんですけど、土田さん、もうさ、あとだよ、ほらもう言うもん。最後にこれ、最後にここで撮って、このあとアジサイ見に行って終わりって、なんで言っちゃうかな、全部。まあ、そう説明したらバレるじゃん。いや、というわけで、これからの YouTube 活動アジサイじゃなくて、についてちょっと最後に企画会議を2人でやって終わろうと思うんですけど。1時間に1本するの？1時間は絶対しない。まあでもどうなの、2時間に1本なんて全部見ることはまずないから、まあサムネとかでね、気になったやつだけ見てもらおうっていうのをうちは上げてるんですけど、まあまあ、大体50から100ぐらいはみんな1本見てくれる感じになってて、まあ、お休みしたから昨日はなんか25、6回とかのもあれば50回ぐらい行ってるのもっていう感じだったんですけど、うちまあ2時間に1本は続けてっていいかなっていうのも、九州の情報を集め出したら紹介したいものいっぱい出てくるんで、1日1本の縛りの方がきついっていうのはあったんですよね。その代わり編集はまあ雑多なものになります。スラップスティックの話、うん、あ、まあまあ、そう、うん、だからそれをこれは、まあ、僕らやっていこうと思うんですけど、土田さんとのコラボって形ではキャンプしないでしょ、しばらく。まあ、決まりしない。で、俺は土田さんとキャンプに行く夢をこんとこ持ってたんで、自粛だから秋ね、秋にまずちょっとキャンプは撮りましょう。コロナが飛んできた時ね。だからキャンプのやつでお互いほらカメラつけて撮って、僕はほら2時間に1本だからちょいちょいリアルタイム出していくけど、土田さんが最後編集したやつをドーンと出す。ラグちゃんああ、ラグね、あー、 YouTuber の、うん、ラグもね、来てから一緒にやれたら面白いなと思うんで、テント買うし、テント買うってやりましょう。だから秋に僕たちのキャンプ動画が上がります。ソロキャンプで、どうぞ。だから別々です。いや、まあ別々っつっても、ソロキャンプだけどテントは近くにこう3つか4つあって、3密は避けて、下げます。はい、4密で。まあでもそれはいいです、これ約束して。いいよ。じゃあ秋、奥さんは来るよね、言ってみて。来る。やめご、あのテントじゃダメよ。あ、まあ、あ、まあいいテントも買えるってこと、うん、しんかね、まあまあここがボツるかボツんないかで、ここ借りるのがボツるかボツんないかであれですけど、まあまあ買いましょう。もうなんかロゴスかどっかの情報、超ええやつをね。ロゴス、いや、まあ、買うかどうかも許可が必要じゃん。で、じゃあキャンプ動画は決定ということで、皆さんよろしくお願いします。で、あとは土田さんとって言えば、まあ今このフリートークで喋ってるじゃないですか。やっぱ2ヶ月に1回ペースでいいから生配信を、またすんの、やろうかと。1時間しか絞ろうね。ちょっと待って2時間はする。ちょっと待って前回えちゃんじゃないんだから、前回え、もう終わるのちょもう疲れとったよ、あれ。半分寝とったし。だからあれを、まあ、昼間の休みの日のお昼間で、まあ、僕はもう夜絶対休みはないので、夜やるってなったら10時半以降になっちゃうんです。だから昼間休みの時間を使ってですね、昼なんですでしょ。ああ、昼なんですでしょ。昼ナンバストでしょ。ナンバストで、昼ナンバストで、あ、昼ナンバストでいいね。それでいい。だからそれをちょっと2ヶ月に1回サンパールとかするやっていくっていうのでいいかなと思うんですよ。しましょうやりましょう。じゃあもう決定ということで、はいはい、じゃあもう昼ナンバストでしょうも。2ヶ月に1回やります。たまにスペシャルズが出ます。あとは僕から土田さんにやっぱなんか縛りを、やっぱほら土田さんもほらやっぱ気が乗った時に YouTube 上げるようになるじゃないですか。だから何か1個やらせたいな。僕は2ヶ月に1本やってるわけですから、2ヶ月に1本もですね、終わるって言ってて土田さんが言い出したんですよ。2ヶ月に1本じゃない、2時間に1本やろ。いや、だから2時間に1本僕やってるじゃないですか。うん、土田さんもなんか縛りを作ろうと思って、
配信ね、コロナの時にラジオやったじゃないですか、うん、あれを週に1本。いやあれね、ちょっと待って、あれヘッドホン買いなさないな、ね、あヘッドホン買った売り、あれがもうボロいもん、うん、ヘッドホン買った売り、ダイソーはいかん、ダイソー500円のはいかなかったねじゃあ週に1本なんかグッドエアーからの指令です。週に1本土田さんのラジオを上げてください。そしたらほらあのグッドエアーなんとかなんとかって言って あれを送って、あジングルをね、うん、あ作ります作ります。で、あのそれを作ろうか、うちのインターネットラジオでも流します。あちさんのところで、おうちのインターネットラジオでも、すいませんが、あのそのラジオを流させてもらうと。あそういうことね。そうです、だからYouTube でももちろん流れるし、うちのインターネットラジオでも決まった時間になると土田六郎のラジオが突然始まる。クラーク始まる。だから週に1本でクラークやろ、10分以上やってください。クラーク、あ時間かかる、15分、やっぱ10分前後やね。10分じゃあ10分でうちのインターネットラジオの枠決めるんで、時間もあとの後々決めますけど、それを土田さんが上げたら俺のインターネットラジオでも流れる。よろしいですか。だからラジオ DJ いいよ。いい、マイクも買ってもらって、うん、パソコンいるね壊れたし、パソコンも壊れたんですよね。 Mac がありますから。違う、古いやつがあるやん。44万8610円。違う、あのほら、配信した時の古いやつはある。ある。いやだからそれを使ってる。ここがなくなったら あれだけど、ここにここを使うってなったら、ここの編集用のパソコンとして置くので、うん、使い放題。まあもう使い放題です。カパラルじゃない、まさか高等入ってきてさ、ここからまあという流れで全てよろしいですか。はい、はい、全然もう、じゃあということが決定いたしましたので、企画会議終了でございます。確認します。まず、今年秋にキャンプに行きます。キャンプ動画を上げさせていただきます。一緒にご参加されたい方はぜひコメント欄で言っといてください。それがメインですで2つ目、2ヶ月に1回1時間程度の生配信を2人でやります。そして3つ目、土田ベースさんのラジオが週に1本流れることになりました。以上の3つ3点でよろしいですか。4つ目、奥さんの動画がありますって。なるほど、違う、面白いっすね。キレられると思いますけど、でもうちの嫁もキレたところの動画面白い。 TikTok とかいい気するんですけど、うちの嫁、うちの嫁も上げるんですよ。マジですか、うん、TikTok とかどうですか。インスタントグラムは上げるでしょ。でも自分を映さないからいいのか。こ喋らないのね。カメラ止めるまで喋らないのね喋らない動画も面白いね。うちの嫁子はちょっと切れるからこのくらいで。でもね、あのケンちゃんに文句言う時のあの一言が俺好きなんだけどなあのもうほんとね、あの完全に立場が王様と家来みたいな感じですからたまに下克上を起こすのに一緒だけ大好き。はい、というわけでお付き合いいただいた土田ベースさんでした。以上です。あとぜこっちで、九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。